立花あずさの声ラブ。皆さんこんにちは、立花あずさです。この番組は未来を担う若手声優をラジオから運営するワンクール限定の特別プログラムです。7月から9月までの3ヶ月間、私立花あずさがパーソナリティを担当しています。よろしくお願いします。ということで第3回の放送がスタートしました。あっという間ですね。もう8月、早すぎる。もうこれ以上暑いのが来るなんて思うと怖いですね。あーでも夏ですからね、いろんな行事が待ってますね。皆さんは夏らしいことなんてしてますかね。私はですね、8月はもう課題地獄を無事乗り切ってないんですけどあと2つあるんですけど、まあそれを乗り切ったらあのね、お泊まり会友達としたり、花火大会行ったり、手持ち花火どっかでやったり、あとミュージカルたくさん見に行ったりなんていっぱい予定があるのでね、楽しみがいっぱいです。楽しみだな。でも9月にねテストとかもちょっとあるのでね、そのお勉強もしつついっぱい遊びたいななんて思っております。もう3回か、なんかもう一回なんか割に返っちゃって3回か、もう半分ですね。はぁ、ね、本当にさっきちょっとお話もしてたんですけど、一回一回を大事に今日も気合を入れていっぱいお話ししたいと思います。はい、よろしくお願いします。実況や感想はハッシュタグ声ラブをつけてつぶやいてくださいね。それでは始めていきましょう。立花あずさの声ラブ、最後までお付き合いよろしくお願いします。改めまして立花あずさです。ここからは私の近況をお話ししていきたいと思います。私はですね、やっとテスト地獄を抜け出しました。やった、嬉しい。まだ課題はあるけど、まああとね2個なので、明日明後日までには終わらせて最高のね夏休みを始めたいと思うんですけども、ここ2週間はですね、テスト終わってから結構2回ほど遊びに行きまして、まず同期であるアイムエンタープライズ同期である朝倉アリアちゃんとご飯食べてカラオケに行きました。いや本当に可愛い、本当に可愛いんですよ。同期なんですけど、どっちかというとちょっと妹っぽい感じで、妹っぽい、あ、そうというか感じで、なんか最初会った方、最初の時は結構なんて言うんですかね、おとなしめでふわふわしてて、なんかあ、こんにちはって感じだったんですけど、もう仲良くなるとめちゃめちゃ面白くいい子で、彼女カラオケで初めて遊びに行った時のカラオケで一発目にプレイバックを歌い出したんですよ。いや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 、そのねえ若い子が一発目でプレイバックを選曲するとはと思って、そしたらちょうどこの間行ったカラオケでもちょっと歌うねって言い出して、こう立って踊り出すんですよ。彼女絶対踊り出すんですよ。あ、また出ちゃってたとか言いながら本当に知れば知るほど面白い子なんですよね。歌めちゃめちゃ上手いし、すごく大好きな同期でございます。またご飯行きたいな。はい、あと本当にまた次は先輩なんですけど、アイムエンタープライズの先輩である笹原優さんともランチご飯行きましたいやもう私笹さんすごい大好きで、本当に素敵な先輩なんですよ。なんか定期的に一緒にご飯行かせていただいてるんですけど、なんか笹さんとお会いするとちょっとあった悩みの種だったり、なんか不安だったりっていうものがなくなっちゃうぐらい楽しいし、なんかまあ偉大な先輩偉
偉大っていうとちょっとあれですけど、本当に素敵な先輩なんですよ。いやこれからもいっぱいお話ししたいんですよ、サンサンさんと。本当に素敵な先輩です。何回言ったんですかねって感じですかね。本当に今後たくさん遊びの予定あるので、わあ楽しみだな。あと2つ残り、今日家帰ってからも課題を終わらせて早く夏祭り行ったり、うん、感激行ったりしたいと思います。ではリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきましょう。ラジオネームコットンベルさんからいただきました。ありがとうございます。あずさこんにちは。こんにちは。ところでこのあずさというお名前は、同じ名前がきっかけで軽音楽部に入部したそうですね。そうなんですよね。最初に漢字であずさ、あずさくと見たときは一瞬どう読むのかなと思ったのですが、一度見たら忘れませんし、おしゃれでかっこいいなと思います。嬉しい。少し珍しい読み方だと思うのですが、名前の由来を親などから聞いたことはありますか？ぜひ教えてほしいです、とのことで、ありがとうございます。そうなんですよ、あんずさくであずさって読むの結構難しくて、初対面の方とかだと何ですかね、あさちゃんとかみさきちゃんとか、結構皆さんいろんなこう思考回路を巡らして出してくださるんですけど、あずさなんですよね。由来としては、私10月12日生まれの秋生まれなので、イチョウ、イチョウの感じがね、なんか銀杏みたいなあんずがあるじゃないですか。イチョウの木みたいに強くてかっこよく立派にっていう意味らしいのあんずですね。でお母さんの名前にこの果実の実っていう漢字が入ってまして、それの由来、それから来て私と妹にそれぞれ果実の名前が、漢字が入ってて可愛いんですよ本当にあんずが咲く、本当に大好きな名前なんですよね。ありがとうございます。お話できて私も嬉しかったな。ありがとうございます。ラジオネームマーサさんからいただきました。ありがとうございます。立花あずささん、はじめまして、こんにちは。はじめまして、こんにちは発売から結構経ちましたが、制服彼女を購入しました。玉よりひまりが可愛くて先に攻略しましたが、立花あずささんの演技も相まって印象に残るような可愛いが満載のキャラクターでした。ありがとうございます。質問がありましたが、ありますが、玉よりひまりちゃんを演じた時どんな感じですか、したか、ということでね、ありがとうございます。そうですね、ひまりちゃん、そうなんですよ、制服彼女っていう、まあノベルゲーっていうんですかね、恋愛シミュレーションアドベンチャーゲームみたいなので、それで私は玉よりひまりちゃんという後輩の女の子を演じさせていただいてるんですけども、ひまりちゃんはですね、もう最初に、まあ、オーディションを受けた時とかは結構マイペースが先行していて、ふわふわした感じで演じていたんですけども、収録がなんか進むにつれて、え、待って、この子遊んでる時に唐突にラップを言い出す、え、なんで、みたいな、結構不思議ちゃんなんですね。でもうどん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 演じるたび、マイペースってよりも、マイペースにも種類があると思うんですけど、やっぱはっちゃける方のマイペースって感じになってきまして、楽しい、楽しいですよ、私こんなこと言わないよっていうレベルのことを言うんです、彼女は。もう本当に変わった子なんです、彼女はプレイしていただいたらね、わかると思うので、ぜひぜひプレイしていただきたいですね。本当に可愛いです、楽しいですありがとうございます。わー、ひまりちゃんもよろしくお願いしますはい、ラジオネームふうしーまるさんからいただきました。ありがとうございます。立花さん、こんばんは。こんばんは。マジやばいって言葉は江戸時代から使われていたらしいですね。はい、そうなんだ。僕は電車の広告で知ってびっくりしました。電車の広告にそんなのがあるんですね。へえ。万が一江戸時代にタイムスリップしちゃったら、マジやばいわーと連呼していればなんとかなるかも。え、確かに糸やばいとかも言われてたのかな。あー、ありがとうございます。そうなんですね。マジやばいって言うと結構ねえ、ギャルっぽいイメージがありますけど、江戸時代から使われていた、
私結構最近はマジやばいっていう言葉を使わないように心がけてるんですけど、万が一私もタイムスリップしちゃったら解放しようかな。そうなんですね。じゃあちゃんと歴史のある趣のある言葉ってことですか。だったらいいのではって思っちゃうけど、まあまあまあ、ちょっとね、かっこいい大人はマジやばいってあんま言わないイメージがあるので、まあまあまあ、タイムスリップしないした時以外はね、若干抑え気味で行こうかなありがとうございます。引き続き皆さんからのメールをお待ちしております。私への質問や番組の感想、パンの袋を止めるあれはバッグクロージャーっていうらしいですよ、これ知ってます私、これ知ってるみたいな雑学など友達に送るような感覚で気軽に送ってきてください。たくさんのメールお待ちしております。橘あずさの声ラブ。ここからは番組のコーナーをお届けします。まずはこちらのコーナー、橘あずさの大人クエスト。こちらはもうすぐ20歳になる私が大人になるために様々なクエストに挑戦するコーナーです。クエストに成功するとレベルが上がります。番組最終回までにレベル20を目指しましょう。うおー、パチ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 。前回は俳句に挑戦したんですが、なぜか、はい、そうなんですよね、スタッフさんに響きませんでしたね。でも結構皆さん感想のタグだったりリプライでね、結構僕好きですよって言ってくださったので、私はなんか報われた気がしました嬉しかったです、ありがとうございます。はい、現在のレベルはですね5です。5歳なのでね、だってもう3回ですよね、3回で5か、ちょっとまずいですね。飛ばしていきましょう、頑張ります。今回はラジオネームおもちさんからいただいたクエストに挑戦していきます。はい、あずーさんこんばんは。こんばんは。僕は食リポが上手な人を見ると大人だな、きっと普段から美味しいものをたくさん食べているんだろうなと思います。ぜひあずーさんにも可憐な食リポを習得してほしいです、ということでありがとうございます。食リポ、うわー緊張しちゃう、俳句より緊張してかもあがんじゃん、あー口も回らないということで今回のクエストは食リポです。私の食リポを聞いてスタッフさんの半分以上に食べてみたいと思わせることができたらレベルが一気に10上がります。めちゃめちゃ上がるじゃないですか。ただし今回の食リポには番組が設定した NG ワードの3つがあります。 NG ワードを言ってしまったらその回数分レベルが下がります。ちょっと10は難しいのか、いやー経験はないですよ食リポの経験。でも友達と一緒に食リポごっこ的なものをしたことはあるんですけど、みんなうまーいなんとかの玉手箱やみたいななんかことしかやってないかったから、自信はないですよ。あー俳句よりないです、ちょっとね。まあでも自信があるとこの間みたいにショックを受けるので、自信がないぐらいがちょうどいいんですね。はあ頑張ろう。それでは始めていきましょう。これ開けてからですかね、あスタートしちゃっていいですかね。じゃあちょっと待って、浮かないかもしれないよいしょ、開け、やばい出てっちゃった、やばい出ちゃった、よし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 、開けました開けました。それでは始めていきましょう、食リポスタート。緊張する、救えないですね、今回私がいただくのは崎陽軒さんのあんずゼリーです。すごいすごいですね、あのね、深めのオレンジですかね、深めのオレンジで結構ちょっと救えないぐらいこうトロトロ系のゼリーですかね、うん、救えない、これ私が下手くそなの、あ、よいしょ
逃げられちゃう。ちょっといきます。あ、食べますね。いただきます。あんずってこういう味なのか。え、わかん、おいしい。あ、おいしいって言っちゃった。ですね、柔らかい、ツルツルしてます。え、どっちかというと、でもあんずって柑橘系ですもんね。甘めのオレンジみたいな感じなんですね。私あんずにあんまり知らん、あんまあんずを食べたことがあんまりなかったので、結構新鮮な感じ。え、おいしい。あ、またおいしいって言っちゃった。あ、でもツルツルだけかなって思ったんですけど、パクってした後にちょっと果実のザラザラ感があるんですよね。これは何でしょうか。すごくツルツルだけじゃない果実感がありますよ。うん、でもちょっと私が取るのが下手くそで。あ、でも中にあんずがいますよ。私これ食べたい、食べたいです。私、あ、下手くそかもしれない、食べるのは。よし、あんずと一緒にこの周りのゼリーも、うん、甘いおいしい。私 NG なのにちゃんと考慮してるかしら。ですね、あんずって甘くて、他の果実で例えるのは違いますもんね。甘くて、うん、ザ果実っていう感じドタドタしちゃう。でもゼリーの方はちょっとさっぱりめの甘さなんですけど、その中に果実が丸々半分入ってるので、そっちが結構こってりした甘さなので、さっぱりとこってりが合わさって、なんか黄金比って感じ匂いもですね、あ、でも私この匂い知ってる。これがあんずなのか私きっとあんずの香りの何かを持っているのかもしれないですね。いい匂い。あ、まずまずですね、あんずがサクって書いてあずさなので、あんずゼリーらしいです。うわ、ありがとうございます。お値段は1個310円過去税込み。ゼリーの中に、あ、そうだそうだ、あんずの果肉と醤油入れのキャラクターひょうちゃんの形をした寒天が入ってます。めちゃめちゃ奥にいるやないかい。あ、ちょっと私これもじゃあ食べますね。寒天ですかねあ、でもあれですね、3個入ってるので全部食感が違うので飽きないかもしれないですね。このゼリーの中もツルツルとザラザラもありますしね。長くなっちゃったけど、いいのかなこれで。ちょ、もう一個食べていいですかもう一個あります。私ちょっと酸味もありつつの、その上での甘みが来るので、結論一緒ですね、飽きない、ずっと食べられる感じの味ですね。うわ、夏にぴったりかもしれない。甘いもの食べたいけど重くなりがちなので、さっぱり&甘いがある、これぜひ夏絶対いいよ皆さんも夏食べてみてください。絶対美味しい。もっと後でゆっくり食べますね。はい、以上立花あずさの食リポでした。いかがだったでしょうか。私の食リポを聞いて食べたいとなった方は手を挙げてください。どうだどうだどうだ、なんでいつも前回もたりだった。マネージャーさんなんで、見えないだけじゃない本当にあげてない。あ、でも半分ですか。あ、そっか、以上ですもんね。じゃあいいや。あ、そっか。でもここにね、 NG ワードがあるんだ。私はね、美味しいとうまいとか柔らかいとかそんな感じかなって思ったんですけど、はい、見てみましょう。 NG ワードはこちらです。どん、ほら美味しいだほらほら絶対そうだと思ったんです。多分3回ぐらい言いました、私。なんか、いやだって難しいですよこれは。なんなら私、なんかって結構口癖みたいなところあるんですよね。1回目の放送聞いた時に私、なんかって20、30回ぐらい言ってましたね。もう口癖なんですよね、バレてる何回言ったんだろう。ということで今回、あれ、私はじゃあ美味しい NG ワードですね。私はですね、美味しいを5回、なんかを1回、1回。あ、でもなんかとが1回だったんですね。あ、ならいいわ。なんか、あのってことは、5、6、7、あれれ
ということで今回のクエストは以上でございます。最終的にレベルはあれ最大10だったよ。まあまあまあ、レベルは3上がって8になりました。まだ小学校卒業できないまあまあ、でも今回半分で20の半分は10ですから、四捨五入したら10なのでいいんじゃないですか。ありがとうございます。私美味しいじゃないかなって思ってたんです。でも美味しかったから意識せずとも美味しいが出てしまった仕方のなかったんですよね。不可抗力ってやつです。前も私なんか言い訳してたなやっぱまずい、大人は言い訳しないから気をつけます。このコーナーでは私が大人になるために必要なクエストのアイデアを募集しています。皆さんからのメールお待ちしております。以上、立花あずさの大人クエストでした。立花あずさのコエラブ、続いてはこちらのコーナー、行列のできるポジティブ変換場。とにかくポジティブで周りの人から相談されることも多い私がリスナーさんのネガティブな気持ちをポジティブ変換するコーナーです。はい、みんなで今日もポジティブになりましょう。結構無理やり感があるとね、あの友人とかには言われたんですけど、まあまあまあいいとこですから、その無理やりポジティブにするっていうのもですね、技術なのでねはい、では最初のメールはこちらです。ラジオネームカホーさんからいただきました。ありがとうございます。あずさこんにちは。こんにちは。私は字が汚いです。どれくらい汚いかというと、高校時代の英語のテストで字が汚すぎて減点になったくらいです。それから丁寧に書くように心がけてはいますが、綺麗な字には遠く及びません。悲しみということでね、ありがとうございます。字は難しいですよね。これって綺麗な人っていつから綺麗なんですかね。幼い頃から習字とかやってての綺麗なんですかね。私も習字とかは習ってなかったのであんまり綺麗とは言えない癖字なんですけども。ああ、なるほどですね。これをポジティブ変換か、こう難しいな。字が汚い、綺麗な字、整いました。それではこちらのメールをポジティブ変換、それもアイデンティティだよっていうことですね。やっぱり綺麗な字って書こうとしてるっていう意思も出るんですよ。綺麗な字を書こうとしてるっていう意思かもう出るので、やっぱ字を見るとあ、すごく丁寧に書いてくださってるんだなっていうのもわかるので、私もあまりすごく綺麗ではないんですけど、丁寧に書こうっていう意思は込めて字を書いてるので、それだけで、まあ、まず素敵じゃないですか。やっぱ字って人が現れるんですよ。この字見て、これあずさんの字だって分かってくれる子とかもいるので、やっぱり字はアイデンティティなんです。だからカホーさんがもう丁寧に書くように心がけている、もうこれでまず満点。そうだし、それでも自分ではあんまり綺麗じゃないなって思ったとしても、それはあなたの個性ですということで、どうですか、ポジティブじゃないですか。結構自分で納得いく感じで言えましたよありがとうございます。続いてのメールはこちらです。ラジオネームロシアンカブチャさんからいただきました。ありがとうございます。しばらくやってなかった豆をひいてコーヒーを入れることをしてみたら、いつもやってるルーティーン通りにできずに、なんだかあたふたしてしまいましたよ。記憶力が弱っているのかなと少し落ち込みましたね、ということで、ありがとうございます。豆をひいてコーヒーを入れる、なんだその素敵な暮らしは。素敵じゃないですか。すごく、私はコーヒーはブラックじゃ飲めないですけど、ちょっと甘さを入れたら飲めますよ。私先輩にあのコーヒーが趣味ですって言ってらっしゃる方おっしゃってて、すごく素敵な趣味だなと思ったので、うわ素敵だな、
こちらをポジティブ変換していこうと思います。ドン、豆をひいてコーヒーを入れるってこと自体すごいです。ですよ。豆をひいてコーヒーを入れるっていう行為をまずできない、しようと思ってもできなかったり、まあそこまでの思考に至らない人間ばっかりなんですから、それをしようと思う時点ですごく素敵じゃないですか。私は多分めんどくさがって絶対できないと思うので、多分ロシアンカボチャさんにしか知らないというか、豆をひいたことがある方しか知らない豆からひくコーヒーとインスタントのコーヒーの違いってきっとあると思うんですけど、それを知ってるってかっこよくないですか。大人っぽい。私もやってみたい。だからすごいですよ。いつもやってるルーティーンっていうのが。でもルーティーンなんて別にね、違ったとしても結果が良ければいいんじゃないですか。すごく素敵な趣味ですね。私もかっこいい大人を目指して、ちょっと豆をひいてコーヒーを入れてみたいです。まだブラックは飲めないですけどもね。わー、ありがとうございます。わー、素敵だ素敵だ。お時間ということで今回は以上です。ちょっと大人になりたいとも通ずるところがねありましたね。あ、でも今回は結構自分で納得いく答えがね、お返しできたんじゃないですか。私に変換してほしいネガティブなメールお待ちしております。以上、行列のできるポジティブ変換場でした。立花あずさの声ラブ。お送りしてきました立花あずさの声ラブ、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスはすべて小文字で kl_pink@joqr.net です。 kl_pink@joqr.net です。メールをお送りいただく際は懸命にコーナータイトルをお願いします。文化放送超 A&G プラスの公式 YouTube チャンネルでは番組のアーカイブが配信されていますので、ぜひ何度でもお楽しみください。番組の公式 X では収録の様子の写真などをアップしております。こちらも合わせてチェックしてみてください。とのことで、わー、今回で3回目、もう次4回目、秒ですね。あ、早いな。今回で私は8歳になりましたけど、なれるんですかね、20歳に。ちょっと緊張してきちゃうな。でも美味しいゼリーも食べられたし、はあ、なんかなぜか知らないですけど、私今日なんか達成感があります。あとは課題を2つ終わらせたら夏休みが訪れるので、そのために頑張りたいと思います。もう一頑張りだ。皆さんもね、まあ残ってる人も一緒に頑張りましょう。はい、それではそろそろお時間です。立花あずさの声ラブ、次の放送は8月18日日曜日を予定しています。ここまでのお相手は立花あずさでした。バイバーイ。